はい、こんちー、やすけです。ということで、今回はですね、新武器、おでんカスタムということで、こちらの方でね、話していきたいと思います。まあ、おでんっていうのか、おーでんっていうのか、ちょっとその辺まではね、詳しくはわかんないんですけど、今回ね、新武器で、めちゃめちゃ高火力のおでんの紹介ということで、野良の方回ってきたんですけど、なんとね、驚きの1パーティーもいないというね、プレイヤーが1人もいないというね、最悪な事態の動画にはなるんですけど、まあね、おでんの使用感だったりとか、カスタムどれ組んだらいいかわかんないっていう方はね、ぜひ参考に最後まで見てほしいなっていう感じですかね。まあ僕もね、試しでカスタム組んだみたいなところありますんで、まあ近々ね、ミシックの、おでんも登場するんで、そちらもね、必ず引きますんで、そちらでね、本カスタムみたいな感じで紹介しますんで、まあ、近々のね、動画、また楽しみに待っててくださいということで、僕らのチャンネルではね、検証系の動画を中心に、年内登録者数3000人目指してますんで、チャンネル登録、まだの方は、ぜひ登録していただいて、他の動画も見てくださいということで、それでは行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。今回はおでんカスタムということで、こちらの方でやっていきたいと思います。まあ、紹介がだいぶ遅くなってしまったんですけども、まあ、めちゃめちゃね、高火力のアサルトということでね、味方さんも全員課金スキンということでね、もう最高ですね。ということでやっていきましょう。初動はリバータウンでやっていきたいと思います。まあ、初動で敵がちょっとね、いっぱい来ちゃってもね、おでんのね、ちょっと取れ高がないんで、ちょっとリバー折りしない方がいいのかもしれないんですけど、ちょっとこれ大丈夫か、フライト。届くかな。俺ちょっとこれフライトミスったかもしれん。あ、全然ミスったわ。ごめん、全然ミスった。ソロスクがいるな。なんか全然届かんかったんだけど、なんで今。1900くらいで、山があったからかな。なんか全然届かんかったね。まあ、バチコリやっていきましょうか。敵最初いないんで、ボットさんぐらいしかいないんでね。まあ、ゆっくりやっていきましょう。はい、ということでゲットということで、メガロドンのアイアンサイトこんな感じなんですよ。やばくないですか？バトルパスでこんな見やすいってなかなかないですよね。なのでちょっとドットつけてないんですけど、まあ多分ね、ミシック来たら、まあミシックも多分引くと思いますんで、まあそちらでもね、ちょっと紹介しようかなっていう感じなんですけど、全然当たりっすね。まあ普通のノーマル迷彩のアイアンサイトはちょっとね、クソほど見にくいんですけど、バトルパスのティア50報酬は全然ありですね。ちょっと会議してますね、皆さん。これちょっとね、まずいのがね、プレイヤーの記録がね、1個も出てこないということで、多分ね、4人しかプレイヤーいないんじゃないかっていう感じなんですよね。これこんな感じなんですよ。みんな暇してるんですよね、だいぶだから結構やばい回なんですけど、これ皆さんね、ぜひ最後までご視聴くださいということで、化けもね、赤化けが2個しか落ちてなくてね、1個俺らが取ったけど、もう1個空いてないっていうね、かなりやばいんですよね。これボット回になりそうでちょっと怖いんですけど、まあ、しっかりね、戯れてやっていこうかなっていう感じですね。ボットをね、やるところを見せないとね。あー、ダメージがすごいよ。ダメージがすごいね。ちょ、ボットをやるところをすら見せれないとちょっとまずいんだよね、これ。味方さんもみんなね、課金スキンでバチコリやる気だからね、キルすらできんかったらちょっとね、動画的にまずいなっていう感じなんでね、味方さんそこはね、ちょっと空気読んでね。はい、お願いしますね。あー、いいね、いいね。ダメージいい感じよ。これぐらいの距離だったらだいぶやっぱ強いな。ただ遠距離ってなってくるとね、ちょっと厳しいのかもしれんね。このアイアンサイトだと当たらないのかなっていう感じですね。まあ47とかも結局ね、フロストとかミシックとかだとアイアン見やすくて、遠距離も割とね、戦えるっていう感じだと思うんですけど、なんかそれに似た感じかなーってとこだね。47とかでも多分普通のノーマル迷彩のアイアンサイトだったら遠距離とかね、多分これぐらいの、木ぐらいの距離だったら多分ね、当てれないと思うよ、なかなか。なんかその感じだね。なんとなくだけど。あ、敵さん。あそこの距離感抜けるかな。あーあー、強いねー。ダメージがやっぱほんとえぐいなー。これ長射程ついたら多分ヘッドとかのダメージもでかいから相当えぐいだろうな。ただ弾数がね、ちょっとね、拡張がないと、角間がないとちょっとしんどいね。まあでも普通か、30発だったら。いや、ガンスミスだったらもっとあるか、わかんないけど、ちょっと寂しいなって感じますね。これさ、ワンマッチ通してさ、プレイヤーが一人もいない試合なんかさ、俺今まで一回も当たったことないんだけど、そんなことってありえんの？どうなんだろうな。なんか一人二人は、ワンパーティーは必ずおるイメージなんだけど、デュオとかでも。全くおらんってありえるんかな？いますね。
この距離感さすがに無理だな。ちょっと敵いない問題すぎてちょっと取れ高全然ないんですけど、どうします皆さん、これ動画にします？まあでも動画になってるってことはもう全然キル数ないけど、まあこれでいくかってなってるんでね、ちょっとそこは申し訳ないんですけども、ええ、ちょっと中遠距離でね戦ってるシーンが見せれれば一番いいんだけどね。あ、いるね。あー、この距離感だとめちゃくちゃ強いな。やばくないっすかこれマジで。えぐいなこれは。普通にボットでもわかるよねこの強さが。近距離でもやっぱ溶け早いから、中遠距離もちょっとえぐいねこれは。これ多分ミシック来たら相当やばいだろうな。まあね、ちょっとプレイヤーいなくてボットしかやってないんですけど、まあ使用感とか伝わればいいかなっていう感じなんですけど、皆さんどうでしょうかということでね。まあ割とね、リコイル制御しやすいように縦ハンドを抑えたカスタムにはなるんですけど、まあミシックが出たらね、サイトも外した状態で、ちょっと使い慣れてないんで、まだ試しでみたいなガンスミスになっちゃうんでね。ミシックが出てから、まあ本カスタムみたいな感じになると思いますんで、ぜひね、近々お楽しみにしてみてくださいということで、あと2枚ですね。これ最後やれずに終わりそうやな。やばいな。来た。ほら、この距離感はやばいよね、マジで。どの武器も勝てんと思うよ、これ。ラスト、急げ！あー、終わるな、これ。あーはははー、ナイス GG！はい、ということでいかがだったでしょうか。おでんカスタムということで、今回ね使わせていただいたおでんカスタムの方がこちらということで、まあスキンがねメガロドンっていうねアイアンサイトが鬼見やすいんでサイトは外してるっていう感じなんですけど、まあ普通のねこのスキンを持ってないっていう方はね、レーザータクティカル外してサイトに振ればいいんじゃないかなっていうところですかね。まあおでん自体ね縦反動だけめちゃめちゃすごかったんで、縦反動をね極限に抑えてるっていうカスタムなんですけど、バレルのね OWC レンジャーで、まあ距離と散布回と縦ハンドを主に制御してて、レーザータクティカルっていうのは覗きがねちょっと縦ハンドを抑えすぎてめちゃめちゃ遅かったんで、散布回とね、まあ、エイム時間短縮ということでこちらをつけてて、アンダーバレルの方もね、まあ、縦ハンドを中心に抑えて、弾薬の方が角曲が B で、リアグリップの方もねラバーグリップテープということで縦ハンドをね主に抑えてるっていうカスタムですね。まあこちらの方でね縦ハンドをめちゃめちゃ制御しやすくなってますんで、まあ、アイアンサイトがねやっぱり47の例えばフロストバンドとかそういう感じで見やすいサイトだったら遠距離もバチコリ抜けると思うんですよね。なので今回来るねミシックのおでんっていうのは47のねフロストバンドみたいな感じでめちゃめちゃ見やすいアイアンサイトなんで、サイトに1個振らずにねこんな感じのカスタムで多分組めると思いますので、まあ試しでね今回こうやって組んだっていう感じで、割とねこれでも全然制御しやすかったんで、まあちょっとボットしかいないんでね、対プレイヤー相手にはね通用するのかちょっと分かんないんですけど、これでね金のロングショットだったりとかついたらめちゃめちゃ強いなっていうカスタムですね。なのでね今シーズンミシック来たらねキロ同様全然使える武器になるんじゃないかなっていうのがこのおでんカスタムなんで、ぜひね皆さんおでんカスタム迷ってる方は使ってみてくださいということで、この動画がね参考になったという方は高評価の方を押していただけるとね、僕らの動画に対するモチベーションってのはめちゃめちゃ上がりますんで、よろしくお願いしますということで、今回の動画はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。